アコナー185センチ100キロ佐竹正明。戦う起き上がりこぼし佐竹行くか、一発一発にかける体で過ごした20年間の思い。103.7キロ吉田秀人。立ち技コレクションから寝技の鬼と化すか吉田。あの寝技の福袋が待っている吉田。桜庭さん、はい、どれだけスタンディングで仕留められるか佐竹、はい、というところですけどね。そうですね、はい、前の取り方というか、その距離によってやっぱ違ってくるんじゃないですかね。まあ、グラウンド行ってしまったらこの吉田のもんですもんね、はい、前の測り方、これが全てかもしれません。さあ玉砕か佐竹、余裕の吉田。第1ラウンドのゴングであります。おっと後ろ回しに吉田、威嚇したものともしない、すすを払うかのようだ。おっと蹴りを見せていた吉田が、余裕で蹴りを見せていった。さあ距離を振って、おっと蹴りを見せるハイキック、余裕か吉田。おっとチョコザニアとばかりに左のフック、右のローを決めていった。さあ佐竹、これにはムカついたか、早くもタックルか。佐竹がこらえていく、腕を決めに行く、膝蹴り、おっと膝蹴りで応戦する吉田。さあこの体勢、中腰の体勢から寝技に持っていくか、早くも組を決めるか。フロントチョーク、フロントチョーク、早くも吉田フロントチョークだ。5分3ラウンドインターバル2分、早くもフロントチョーク、己のその道着の袖を使っているか。道着は後方で競技、さあ縦勝負、最後はフロントチョーク、一瞬の寝技、佐竹歯が立たない、吉田の電光石火、余裕しゃくしゃく。桜庭さん、あまりにも早かったですね。戦方と違うんですけどね、あの道着を着てるので滑らないですね、もう完全に入っちゃいましたね。道着、自分の道着を使うのは上手いですよね。1ラウンド50秒、あっけない幕切れ、1ラウンド50秒、フロントネックロック、吉田、あっけない勝利、赤子の手をひねるかのようだ、佐竹もあまりにもあっけない総合格闘技、その幕切れであった、吉田50秒の戦い。